る。うん、くまちゃん体調かっこ気分は良くなった。うん、体調かっこ気分はめっちゃ良くなったなんか土みたいですね。花壇かと思いました。これ見て、花壇かと思いました。ここから多分おそらく花が咲くんだと思うんですけど、私は花が咲く前に食べちゃいます。うん、うん、あ、雨降ってきた。うん、なんかシナモンの味がする。寒い。うん、冷たい。いい加減にしろ。あ、くまちゃんありがとう。美味しい、美味しいです。知覚過敏、なんかメールの返信でみんな研究生公演の予想しててめっちゃ面白いたってる人多分いたはず。寒い。多分いた。ありがとうくまさん。誰が当たってたの教えるわけないじゃん。知覚過敏？さすがに言わないか。言わないよ、怒られちゃう。私怒るの嫌いだから。私泣いちゃいます。
もんちゃん、あの公園のあのユニットするかな。どの公園だよ。どの公園だよ。楽しうん楽しみにしといて。あれだよ、あれあれか、そうそう、あれあれ、楽しみだね。うん、あれだよ、なんだっけ。あれあれ、うん、クマありがとう。なんだろう、またあれなのか、あれなのか。あれなんだろうね。私さ、トイレ行ってたの。じゃあみんな着替えてて、なんか私服とかに、ナギとかパジャマやったのにさ、トイレ行ってる間にさ、帰ってきたらもう呼ばれちゃって、私着替える暇もなく。やばい、恥ずかしい。恥ずかしい、私。何これ、クマ？
ちょっと待ってて、ちょっと待っててほしい、10秒。いきます。皆さんにじゃーん買いました。このブランケットが可愛くて買いました。これやばい、ちょっとゲップ出そうやばい、ゲップ出そう。これを買いました。これです。嬉しい。うんうん、収まったから出しません。これを買ったので待って、やばい、これやばい。これを買いました。めっちゃいい、めっちゃぬくいし、だからうん今日じゃなくてこの冬はこのブランケットで乗り越えます。ぬくぬくする。パクパクパク。でも普通に可愛くない？だって。
可愛いこの美女。自分のことあんまり可愛いって言わないんですけど普通に可愛い。これだけ。あと昨日までこの壁紙だったんですけど、あ、やばい、外しちゃった。誰だこれ、誰外しちゃった、誰だろう。いけない太陽さんのね。ああ落ちちゃった、外しちゃった、ごめんなさい。なんでこれ昨日までだったんですけど、まだ貼ってるからちょっと外していきます。ホッシーお茶、F ケンさん、そう昨日までって言ってたから外しちゃう。この子将来 NGT のセンターになるな。嬉しい、本当になるね、頑張って。そうやって言ってくれて嬉しい。でかかった。最後に残るの誰だろう。これランダムで剥がしてるから、最後に当たった人は明日めっちゃいい日にしようねの日、明日めっちゃいい日になると思うよ。すごい、すごいな、めっちゃ一気に剥がれちゃった。あなたがあの風呂上がり小僧ですか。うん、僕ちゃんがあの伝説の風呂上がり小僧です。
かぶり物めっちゃ臭い。なんかめっちゃ臭いんだよね。だから昨日もめっちゃおしゃべり会臭いなと思いながら、この帽子なんかなんて言うんだろう、なんか嫌いな匂いじゃないんだけど、なんか独特な匂いがする。この帽子なんか変な匂いする。だから臭いなって思う。今もめっちゃ思う、臭いなって、臭いなって思いながら今過ごしてます。配信終わったらすぐに脱いじゃ、でもねあったかいんだよねこれ。まあ、配信終わったらお布団に行くので、やばい疲れてきた。疲れてきた。取れないこの子。取れた。もう疲れた。あの人絶対取れない。あの人は取れないから最後だね絶対に。え終わり、あ終わりかも。待って、あいた、まだ。最後は誰かな。勢いよくやっちゃった、勢いよくやっちゃった。えどっちだろう、どっちだっけ、え忘れちゃった。え待って、どっちかだったと思う。どっちか。喧嘩しないで。
待って、誕生日なんじゃないの今日。誕生日だよって言ったらいいのに。こんだけ多くの方々本当にありがとうございました。この人たちのやつは絶対にしてないですよ私は鬼じゃないので、この紙は捨てるつもりはございませんので、ちゃんとファイルとか紙に貼るので捨てられたらどうしようっていう心配はなしです。あ、誕生日じゃないの、ありがとうくまさん。待って、顔が丸いね顔丸くてびっくりした。これがいい。なんか丸顔のせいでさ、私なんか子供扱いじゃない、何子供っぽく見られる私。私子供なんか高校生でもいけるって言われる。でも全然それでいいんだよね、私高校生で見られてほしい。私全然21歳じゃないですね。私みんなに嘘ついてるかも。多分私21歳じゃなくてマジでなんか16ぐらいな気がする。多分16かな。16歳ぐらい、多分5歳ぐらいね、私生まれるのが早かったのかな。だからサホたちの方が年上。16歳でもこの時間配信できるなんて、ね、特別なんでしょうね。わかんないけど多分そうかも待って、なるほど、だから兵庫のお姉ちゃんじゃなくて兵庫の赤ちゃん。うまくは兵庫の赤ちゃんって凪がやったんですか、凪ちゃんがやったんですか、凪がえ、眠いな。何？ご希望で申し込んだ子にアドバイスってある？え、ある。なんかありきたりな言葉を言うんじゃなくてなんか変わってる発言した方がいい気がしますえ、なんか違う、なんて言うの、なんかやっぱ当たり前の発言って他の人ってなんかあるあるだと思うんですけど、なんか印象に残る発言とか何言ってんのみたいないや、なんか言い過ぎるのは良くないけど、何言ってんのこの子みたいな
言った方がいい気がする。私は意味わからない発言しまくってる気がするので、最近大丈夫ですかみたいな。うん、大丈夫ですけどね、わざわざご心配どうもです。と思います。もしさ研究生公演がさ初日じゃみんなが当たるとすんじゃん、じゃ当たり前にももちゃんのペンライトとかコールを言ってくれますよね。クマありがとう、11周年クマちゃん。それはそうよ。わっ、あら嬉しい。それはそうやろ。ねえ絶対嘘でしょ。だってさ絵文字がさ、ももか一文字、ももかの絵文字ついてないもん。ももかの絵文字がついてないのにもちろんとか言って大丈夫なん。大丈夫なんでしょうか。ももちゃんの絵文字ついてる人はありがとう、嬉しい、信じてるよってなるんですけど、なんか4期生の中の3人の絵文字使ってるくせにももかの絵文字が一つもないのにもちろんとかやって大丈夫なの。全メンバー全コールだね、嬉しい。あ赤白ね、あくまさんありがとう。何人声になるのかなねえ。ごまかしてる、 笑ってごまかしてる。ペンライト緑しかつかないので嬉しい。4期生でおもちゃんしか、嬉しい、5本持ちします。嘘つけやこんな嘘つけよ、ほんと嘘つけよ、ほんと絶対ももかのペンライトなんて振らないだろ。ペンライト振るしもちゃん、ありがとう。ももかの丘公園かな。じゃあももかの丘公園で決定です。面白いですね皆さん。もちゃんポロって言わなくてよかった。うん、私すぐねポロって言っちゃうような人なんで、ね、大丈夫。うちは作りました。ありがとう、嬉しい。た初日土曜だけど冬だけでって感じですかね。多分私はされてないと思いますが、私全然これは決まってないから私の意見だけだけど、もしごちゃがあるから夜は無理だよねってなったとしたら、私はそんな人間っていうかアイドルになりたくないので、いや私出ますって絶対言う。いや出ます、絶対私が出ますっていうので、私ちょっとしんどいんで昼しかちょっとじゃあ昼でやめてもらっていいですかとか言うような人になるわけないよね。ユニット振るかも、正直だね、嬉しい、ありがとう。間に合うか、そう間に合うから。お見送りは厳しいかも。そうだね、お見送りはもしかしたらね、それに関して出れないって思うかもしんないけど、公演は私ごちゃがあるからすいませんちょっと夜公演出れませんなんて言えません。ごちゃ優先してくれ。そりゃごちゃも優先しますけど、間に合うもん、新幹線乗ったら間に合うのに、なんでなんか間に合うのになんでなんかしんどいから出ませんとかバカらしい。私仕事、与えられた仕事はちゃんとやりますので、はい、当たり前なんだよね、それは人間としてね当たり前です。今月のショールームイベントの決勝はいつからですか。でもねまだわかんないんだけど、詳細は決まってないから、でも後半だと思う。体が心配だから僕アンダー入ろうか。いけるんですか。
じゃあ任していいですか嘘ですけど そう、マッシーさんがやってたし全然やります。私そう、あのね、多分ビスの決勝はあの言い訳ではないんですけど、決してあの研究生講演のレッスンがありましてそう、日向さんからで、それはそうだけど、マッシーさん、そう、私がなんていうの、かぶってるごちゃでなんか裏で見てた人がマッシーさんだったから、マッシーさんの名前出してたっけそう、研究生公演のね、そうリハが始まるからマネージャーさんにも言われた、研究生公演のリハが始まっちゃうからビスの決勝がねちょっともしかしたらって言われたけど、いや全然大丈夫ですもう全然大丈夫です、もう私もうご心配なくですよ。まあでも本当に体調だけは崩さないように気をつけます。あの免疫強める免疫強めるなんかドリンクみたいな AKB さんも、あ確かにね、確かにそうだね、新公演がレッスンしながら GoPro つけて配信バレちゃうよ何の公演するか。うん、もしかしたらね、そうなったら私もお見送りはパスしちゃうかもしれないけど、でも公演に関しては出れるし、やっぱ体調って大事だけど、もし体調が悪かったらもう出れないこともあると思うけど、演目は初日まで内緒なの？内緒じゃないでしょ、多分発表されるはず、わかんないけど、しかも私的に言ってほしいじゃないと、あのポロっちゃいそうで怖いの。なんか研究生公演の話もなんか3部と4部の間で発表やったやん、だから2部3部でなんかファンの人からも研究生公演あってほしいなって言われた時に、なんかもう私 笑っちゃいそうになったっていうか、ちょっとにやきそうになってやばいこらえろと思って、うんね、でもまだまだだと思うなーとか言っちゃって、私まだまだだと思うけどね、あったらいいねとか言って、そう本当に私めっちゃこらえたもん、いや実はあるんだよねとか言うわけないけど、言われた時にやばいと思ってね、あるのかな、あったらいいけどね、いやでもない気がするなとかやばいやばいって言ってなってた一人やばい、そうレッスンしてるから、なんか何のレッスンしてるのとかも聞かれて、えあれだよなんかあの基礎レッスンとかなんかやっぱダンス私ちょっと苦手だから、基礎レッスンでもめっちゃ目泳いでた気がする、やばい、えもうあの基礎レッスン、うんあの基礎レッスンでとかそう基礎レッスン、あのダンスが苦手だからなんか基礎レッスンをしてみたいな、とにかく目をキラ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 って泳がしてた、誰もポロッと言わない、そうみんな
みんな嘘ついた、嘘じゃないね、サプライズを、サプライズをするために頑張ってはぐらかしたんでめっちゃ私は早く言いたくて仕方なかった。ようやくフルで出れるね。うーんね、なんかやっぱりさ、なんか前座だけの一曲で、なんかあの子はレスをくれたけどモーちゃんはレスくれなかったねとか言われることあったけど、なんかそんなに一曲だけだから多少は数人にもちろん私レスあげれるけど、あげれるけどというかレスをできるけど、その一曲で本当に全員には絶対無理だったから、私も早くフル出たいなって思ってたから、ちょっとそうそうそう、だから私的にはやっとみんなにレスをやっとみんなにレスを一人一人目を合わせられるなって感じ。楽しみ、私は本当に1ヶ月後が楽しみで仕方ない。立ち見？もちろん。でもやっぱり私のサイリウムとかペンライト持ってくれる人を優先的というか、私は多分ずっと見ちゃうその人のことを。でも言って前座の時もねそうしちゃってる気がする。うん、あ、ももちゃんのペンライトを振ってくれてる。推しが2人いる人ってペンライトどうしてるのかな。4本持ちじゃない？4本持ちとかじゃない？また最初行きたいな。来てね、絶対来てほしい。ももかちゃん持ちながら違うペンライトしたらどうする。多分あれなんだろうなって思う。なんていうの、4期生の中に2人推しメンがいるんだろうなって私は思うでも思ってくれてることには変わりないから、その人にめっちゃレスあげるうん、こんばんは過去は最高5本持ちしてました。すごい。私の時もじゃあ5本持ちしてほしい。全部ももちゃんからで。15歳か16歳にしか見えない。嬉しい若く見られるの嬉しい。めっちゃ楽しみ。私超楽しみになってきた。やばい、どうしよう。楽しみすぎて多分私オーバーチャー終わって移動するとき側転とかしてです側転して多分位置についちゃうかも、楽しみすぎて。やはり6本、あ、確かに1本余るから6本か。22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 
できる。側転できます。2222だったら8本か。33か。私もねペンライトあるから、ちょっと待って、ペンライトあるからちょっと持ってみますね。よいしょ。いてて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 、あれどこ、あれないんだけど、待って、なんでないの、痛い。あれない、あれなんでないんだ、あれなんでないんだろう、あれなんでないんだろう、こっちか、あこっち、あここか、違う、薬だこれ、ああったあった、待って、なんでこんなペンライトあんの、大丈夫そう、え、なんかめっちゃ大量にあるんだけど、なんでこんなにあるの、え、なんでこんなにあるの、え、なんでこんなにあるの、なんでこんなにあるの、なんでこんなにあるんですか、あれありすぎじゃない、待って、なんで1,2,3,4,5,6,7,8,9 本ある、え、なんでこんなあんの、大量にあんだけど、あれなんでこんなにあんの、じゃあ一旦持つね、よいしょよいしょ、やばい痛い、待って、え、ね、8本持ちの人って毎公演これしてるってこと、ちょっと待って、痛い、私無理、あお母さんとお父さんの分だってでも持ちすぎじゃない、え待って、痛い、え、みんなこれしてんの、みんなではないけど、痛い、痛い、ちょっと待ってじゃあね、待ってね、これをするんですか、これをしてるってことですよね、やばい、これをしてるってことか、で片方もこれをしてるってこと、待って、これすごいですね、みんななんか尊敬する人物としてみんなのことを書きます、尊敬してる人物、ファンの方々って書きます、どうやって振るの、どうやって振るの、痛いんだけど、3本、じゃあ3本でいくか、こういうことでしょ、3本でも、さあ、3本いける、3本いけます、3本は結構増える、たたた友達で言いましょう、嫌いじゃないのよなんて、
何のフォローにもまるでなってなかったじゃん。でもこれ2時間はきついね。だって今でめっちゃ手痛いもん私。あれ待って、なんか待って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 、なんか何これ、なんでこんな、なんかこう工事してる人が持つみたいになってんの、なんでこんなあれなん、工事してる人が持つきなんか光る棒みたいな、電池切れじゃないよこれ絶対。だって光る速度変えれるもん。何？いや分かんない、これ使い方どうなってんのこれ。あ、いけた。あ、こういうことか。は？意味わかんねえ、これ使い方。どうなってんの？青しかできないんだけど。もういいわ。一回消して。Cボタンなんてないんだけど。金ブレ、そうお母さんが買ったらしい、ドンキで。わかんないからいいわ。これは NNB さんのペンライト、私押し色登録なんてあんだ、すごいね。すごいね、みんなよく振ってくれてるよ。こんないて、でも日本でも結構しんどいよな。私めっちゃ今やりたいことがあって、待って、なんで変えちゃったんだ。これでこれで劇場でファンとしていきたいです。もかさんペンライト4本持ってるんですね。いや私4本じゃないよ、9本持ってます。9本持ってますよ。これそう、マリナさん、マリナさんのペンライトをこうやって、マリナさんのためなら私は8本持ちします。痛い、やっぱ無理ですやっぱ無理でした。ですけます、重たいっていうか散らかっちゃうので。あっ、ちょっと待って待って、いったいった、は、なん
なんこの紐。なんで分かったの？紐踏んだって。あ、また来た嵐。もう嵐ええってマジで。放置しとくか。これそう、あったかい、ありがとうくまさん。ねえ、放置するかって言った瞬間なんでコメントしてこないの？もっとしてよ。じゃあね、なんで？なんで放置するって言った瞬間やらないの？放置、そうだよ、放置するからいっぱいコメントしていいよ。放置なんですか？そうなの？じゃあ通報するね。見てこれ。やばい、めっちゃ鼻かゆい。そう言われるとな、なんなん、なんなん、ほんまにおもろいね。仲良くしようぜ。見てください、アクスタ。通報しないで。分かった分かった、はいはい分かったから。これをね飾りたいんですけど、私飾りたいんですけど、私は大事に袋に入れておきます。よし。え、わかる、キーホルダーにぴったりですよね。わかりますね。ありがとうくまさん。そう、宝物、なんかねカフェの時のやつなんですけど、これもうね大事、超大事なので私は永遠に飾ってます。そう、昨日ガチャでマイナさんのゲットしたけど、ももちゃん、ももちゃんもゲットしてください。ヘマしなきゃ、なんかヘマしないよ、ヘマしないから。じゃあ頑張る、天下取るね。ヘマしないよ。じゃあカフェのおもちゃなくした気に入り、え、当てたんだっけ。もーちゃんなくした、もーちゃんなくしたはね、あの自分の生誕グッズなのでもらった。西形さんのアクリルと缶バッジ無駄にない。あ、いいだろう。これからご規制入ってくると確率、あ、確かに、うん、確かに確かにね。マリナさんのやつ欲しいよね。寒いねえ、ガチャ押し来ないよね。昨日シアターくじでももちゃん、え、ありがとう、嬉しい。なんか私特賞とかでさ、なんか私のファンの方がマウント取るのか、取っちゃおうかな。おやすみおやすみ。うん、
そう、何の話だっけ。そうなんだよね。何の話、あ、マイナさん、あ、特徴か、特徴なんだけど、なんか名前を見て私のファンの人だって、ももちゃんだよね、ももちゃんだよ、なんかいたら、え、よく当たったなって思う、すごいなって、確率がすごいやん、こんな確率すごいのによう当たったなって思う。もう鬱陶しい、もう早寝ろや、バイバイ、もうブロックしたから大丈夫ですよ早寝ろや、ほんとお休みって言ったんだ、早寝ろや、もちゃん、え、当ててほしい、みんなに、なんかみんながみんなの名前があったら私めっちゃテンション上がる。え、じゃあ切れてないよ、言ったんだから寝ろやって話うん、たまれね、通報するまでね絶対ねしてくるから、もうした、鬱陶しいので、何切れてない、全然切れてない、私切れてたら、あの私の切れはねもっと切れてるから、全然こんなの切れてないですよ米マックスは？かわいい、待って、なんか前髪なんでこんな変になっちゃった今、ありがとうクマさん、なんかめっちゃ薄くなっちゃったあれ、なんでこんな薄いの、私前髪、え、こんなんじゃなかったよね最初、なんか比べてほしい最初の時の私の前髪となんか、え、なんかめっちゃ、え、待って、なんでこんな、え、待って、なんかびっくりした、前髪が薄なんであんな薄いん、びっくりしちゃった私、あ、出てきたね、トイター出てきた、なんで消えたんだろう、あんなにうん、違う、ま、違う、ま、まただ、ま、また薄くなってきた、なんでだろう、横にしたらダメなのか、もこもこ可愛いですが、どこで買われたんですか、トイレ出てきた奥さんえ、これ通販、これジェラピケです、このジェラピケはね友達が誕生日プレゼントでくれたボリスちゃん宝物で、これおばあちゃんがくれたボリスちゃん、そう、私ミフィーが好きなのですけれども、ミッフィーの友達のボリスちゃんがすごく好きなのですね、だからこれ宝物で、こっちのカーディガンは自分で買った、これは最近、この名前わかんないけど、この豚さんも可愛くて好き、こんばんは、この小僧可愛いですね、え、ありがとうございます、そう、ジェラートピケ、フードは別物、うん、フード別物で、めっちゃこれ臭いですよ、今めっちゃ臭いなと思いながらあの話してます、なんかねほんと臭くて、このフード、なんか届いた時で、なんか袋から開けた瞬間めっちゃ臭いんだよね、めっちゃ臭い、本当になんかね、なんか変な匂いする、私これさ、おしゃべり会の時にあの開けたのね袋で、めっちゃ臭くて、ね、臭いこれって言ったら、ナギがあの香水貸してくれて、この帽子にめっちゃ香水ふっかけたら匂いがめっちゃマシになって、めっちゃ助けられた、あの時ナギに、ね、臭い、本当に臭い、この帽子かぶってらんないって言ったら、ナギがちょっと待ってねってシュ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 待ってね、ちょっと待ってみって言ってで、私がね、中も中もって言ってありがとうナギ、めっちゃいい匂いになったって言って、私がかぶっておしゃべり会やって帰ってきて、今かぶったらまた臭くなってんの、なんか洗うわ、生乾きの感じ、うん、なんかね、
なんだろう、なんか臭い、臭ってなんか匂ったら、え、臭っ！ってなる感じ。そのやりとり動画で見たい。え、私と関根山凪って桃凪コンビってなんか永遠にこういうコンビですよ。なんかね、凪ね、凪って、はい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 ありがとう10周年みたいな雲のやつ。ね、凪ちょっとこれ見てとか、凪がね、待って、これももちゃんめっちゃ好きだと思う、見てはい、私ね、楽屋とかではいつもこんな感じ、ももかと凪は。ももちゃんが言うと本当に臭そうですは？いい意味で、それはちょっと信用できるなっていう感じのいい意味か、私の日頃のあの不潔感があるから臭そうと思うのか、どっちの意味どっちの意味ですか。え、最近サホもめっちゃおもろいの、なんか私めっちゃ言うもん、最近サホめっちゃおもろいねって言ったら、え、待って、嬉しい。そう、最近ね、おもろ女なんですよ。木炭に挨拶するの忘れた。してあげてよ木炭にこんばんは、ももちゃんの歯なんか昨日さ、え、面白い女ありがとう金持ち先生、おもろ女、凪のももちゃんの、もうそう思います、あ、そういうことね、許します。え、そう、凪ね、うまいんだよね、やっぱ凪って桃花のことが大好きなので、まあ桃ちゃんも凪ちゃんのことが好きなので、よく見てますよ凪。なんかめっちゃ思うんですけど、なんか4期生ってもう4期生ってなんかもう本当に私好きだなと思うことがありまして、なんかね、なんか4期生の今のその前座出る4期生の待機場所って廊下なのね。そうで、その廊下で椅子並べて座ってんだけど、なんかもううっさいの、めっちゃもうめっちゃそれが好きで、なんかもうめっちゃうっさいのまあ、特に奥村桃花なんですけど、もううっさいねん、本当に、本当うっさくてめっちゃ好き。うん、特にね、そう、なんか一番うるさいのが私なんですけど、もううるさいの本当に。だってさ、急にね、急にさ、お姉ちゃまとか聞こえてくんだよんってやっぱ、なぎとかお姉ちゃまで、一回磯崎奈々もなんか夜の蝶々、おしべとめしべか、おしめし、お姉ちゃまで、奈々と一緒に、奈々と凪で、あの、おしめしを踊ってんのねえねえ、いけないみたいなそれ動画あるけど、めっちゃおもろいねん、それがめっちゃおもろいねん。いや、そう、奈々ってキラキラ見てる側かなと思って、奈々もやってんの、そのおしめしをこうやってねえねえで、私は急に小池の関西弁バージョンを言い出すの、小池超待ちやって言ったりで、サホはいきなりハロウィンナイトジェ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 踊り出すし、もうめっちゃおもろくて超好き、その楽屋がマジおもろい、その動画、え、めっちゃカオス
もうねめっちゃおもろいの、ニョンキの楽屋、楽屋っていうか廊下めっちゃうるさい、マジでマジで好き、それがえそう動画見せたいけど、やっぱその人たちのね印象っていうか、なんていうの、載せてほしくないとかだったりするかもしんないから、またいつかね、いつか載せますね。うん、えでもツッコミってなんかツッコミは誰やろ、最近やったらアンナとサホかなってめっちゃ思う、ツッコミってツッコミが多分アンナとサホかな、もうその他全員ボケですその他全員ボケ、アンナもツッコミな気がする。えどうなんやろ、私的にはツッコミな気がする。で青ちゃんはもうこのボケを見てもう永遠に楽し、なんか一番楽しそうに笑ってくれてる。なんかパッて、なんか横パッて見たらめっちゃ爆笑してる子がいて、んって見たらもうあおちゃんがもうこのこの塊を見てずっと笑ってんの。ああゆか、あゆもね最近もうめっちゃね、えあゆ、あゆもつ、いやボケかな、あゆもボケかも、あゆもボケな気がしますね。ボケやけど、あゆもどっちかっていうとあおちゃんタイプでめっちゃ笑う感じ、めっちゃおもろい、ほんまに。とにかくヨンキほんまにおもろいから、なんか多分その研究生講演が始まって、なんかヨンキ全然知りません、知らないけど友達に連れて来られましたとかもしかしたらいるかもしんないけど、絶対にハマると思う、絶対ハマる。もうね私が責任を持って発言するんですけど、絶対ハマるヨンキ絶対になんかいんの、なんか絶対ハマるはず、ヨンキ生ってなんかおもろい人だったら私で、自分で言うのはあれだけど私だと思うしあ、じゃあ喋りか、清楚系だったサホだと思うし、なんかビジュアル系だったらアンナとかナギだと思うしパフォーマンスとかだったらナナだし、なんか赤ちゃん、赤ちゃん、赤ちゃん系だったらアユだし、本当にいる。ギャル系だったらジュナで、最年少はもうユアちゃんだし、ザ・アイドルはヒロカだし、あ待って、赤ちゃん系はアオちゃんもだな、滑り担当ヒロカ、あそうなんだ、ヒロカもね笑ってる感じかな。もうねもう4期は本当にめっちゃいいので、ぜひ皆さん興味ないっすっていう人がいても、いやもう頼みますよお兄さんって感じです兄さん頼みますせって感じだから、本当に来てください、ぜひとも、絶対にハマると思う、4期は絶対に推しメンいるはず、推しメンがいるはずじゃない、絶対に推しメンできるはず、4期見てたら頼ますよ兄さん頼ますよお兄さん、ほんまにです。その中でももちゃんがおすすめ、はい、そうですね、ももちゃんおすすめでございますね。ももちゃんはあのよう喋ります、うん、よう喋る、あと声でかい、あとあの
21歳とか言っときながら全然21歳の顔をしてない。あとあのボデーがムチムチボデーがめっちゃムチムチ、うん、うん、もう一番おすすめかも。ボデーがムチムチなところかな、おすすめは。うん、ボデーです。ほんとボデーがムチムチ、めっちゃいい体してます私。本当に自分で言うのはあれですけど、本当ボデーがムチムチなのではい、ボデーがねムチムチボデーなので。あとはコテコテの関西弁、あとあのすごいあのすぐに泣いたり、あの感情豊かな女の子なので、グラビア期待してよい。うーん、え、私的にはグラビア普通にやりたいんだよね。全然やりますよ。はい、はい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 。いやー、まさにこんなムッチムチボデーの女の保証ルームをブチって見に来た。こんなべちゃぐちゃべちゃぐちゃなんか唾飛ばす勢いで話と想像したらなんかめっちゃおもろない。例えば雑誌でじゃあ再現します。あのももちゃんがグラビア出ましたと。で雑誌をね初めて見た日、初めて見ました。奥村ももかちゃん、え、めっちゃいいボディしてるな、え、ちょっと好きになりそうと思って。じゃあうーん、じゃあももかちゃんのことを気になるからももかちゃんの配信見に行こうと思って、じゃあ配信をポチってつけたらもう唾飛ばす勢いでずっとブルル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 ルなんなん自分で困った女っていうの。まあでもおすすめなのでぜひとも。やばい、めっちゃ鼻かい、今日本当に鼻かいんだよね。なんか本当に鼻かい。手のかかる娘ほど、あ、子か、手のかかる子ほど可愛いって言葉。え、そうなの。じゃあ私のキャッチフレーズ変えようかな。手のかかる、手のかかるももかほどかわいいっていうね、みんなに言ってもらうっていう。こんばんは。やばい、寒くなってきたからちょっと布団に潜ろうかな今から。終わろっかな。終わりまちゅ。13位ケンジちゃん、12位テツさん、11位トマオさん、10位バンネコさん、9位ミーさん、8位ミライさん、7位ヒデオさん、6位キョルちゃん、5位グリーンティーさん、4位リョウスケさん、3位、あ、スキャットさん、スキャットさん今日はお誕生日だよね。違うかな、あと30分で終わっちゃうけど。
30分で終わっちゃうけど、スキャットさんお誕生日おめでとう。スキャットさんの優しい笑顔大好きだよ。寝てるかな。ありがとう、今日も来てくれて。2位お金持ち先生さん、1位がまみまみさん、ありがとうございます。ということで皆さん今日もありがとうございました。私は今からお布団に入って冷えた足をぬくぬくにして寝たいと思います。それでは皆さんさようなら。これ臭いので早く脱ぎたいです。ではバイバイ、おやすみ、いい夢見てね、バイバイ。